こんばんは。名前を連ねていただいた国会議員の皆さんの政党を超えて代表する思いでお話をさせていただきます。今日私キャンドルがね小さい光になっちゃうかなと思ってオレンジのキャンドルのような、ジャケットを着てきたんですけれども、まあ、それが必要ないぐらいいっぱいのキャンドルがこの場所からたくさん見えます。森友学園の文書改ざんの問題が報道された直後に官邸前にもいっぱいの人が集まって、そこで若い皆さんがコールを上げました。嘘をつくな、本当のこと言え、一緒にコールしながら、なんて情けないコールなんだろうかと。だって人として当たり前のことじゃないですか。そうだ、人として当たり前のことを官邸に向かって、総理のいるところに向かって言わなきゃいけない、ここまで日本の国の政治が劣化してしまったということは、もう党派の違い超えて与党だって怒らなきゃおかしいと思うんです。私内閣委員会なので、今度火曜日の日に加計学園の問題も含めた審議を行うことになったんですね。それで私最初15分って言われて、そんな短い時間じゃダメだよって言ったら、それじゃあ自民党が自分の持ち時間をゼロにして野党に渡すって言うから、私また言いました、いえいえ自民党さんも質問をすべきですと。森友問題にしても加計問題にしても、自衛隊の日本学士の問題にしても、これは国会に対して国民に対して政府が嘘をつき続け、嘘の資料を出し続け、あるいは求める資料を出してこなかったという重大な問題、立法府が国政調査権を持つ国会がみんなで怒らずしてどうするのかという、そういう問題だと思うんです。そしてまた私この自衛隊の問題は特に根が深いと思います。イラクの日報というのは2015年安保法制の議論をしていた時に、こういうものがあるでしょっていうことで私たち求めていた資料なんですよ。イラクの自衛隊行動史というものはあった、だけど黒塗りで出してきた。私たちは内部告発で黒塗りではないものを持っていた。この行動史の元になる、まあ、当時日報というものがあるのかどうか私たちも知らなかったので、でも元になるもっと詳細な記録があるはずだと。なぜ出さなかったのか、今日も報道されてますね。戦闘という言葉がいくつもいくつも黒塗り以外のところにも出てくると。自衛隊を戦闘地域にも送るんだ、何の危険もないよって国民だまくらかすために、イラクの日報も南スーダンの日報も隠してきたんじゃないでしょうか。改めてこの場でね、安保法制の時に本当にいっぱいの方々が集まった、それを超えるようなたくさんの国民の皆さんと一緒に立ち上がりたい、与党の皆さんにも呼びかけたい、こんな安倍内閣でいいんですか。安倍総理の思うがままの政治をやるために、全ての隠蔽、全ての改ざん、これが行われてきたのではないですかと、まず内閣総辞職、私たちも求めていきます。そしてそれだけじゃ足りないという声にどうしても野党は応えなければならないと思っています。皆さんが求める憲法守れの声に応えるような政策の一致点を皆さんと一緒に作り上げていって、安倍政権打ち倒し、本当に民主主義が花開くような政治実現のために、私たち日本共産党も胸襟開き、いろんな野党の皆さんとも国民の皆さんともますます話し合い進めていって、立ち上がって頑張り抜いてまいります。皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。沈黙で抗議表明をいたしましょう。